スマイルはイギリスの SF ドラマドクター・フーの第10シリーズ第2話。脚本はフランク・コットレル・ボイスが執筆し、2017年4月22日に BBC1 で初放送された。スマイルは一般に批評家から肯定的にレビューされ、ビルとドクターの関係が発展しつつあることが高く評価された。本作では12代目ドクターと 新コンパニオンのビルポッツが未来の地球人の植民地を訪れる。そこには人間は誰一人おらず、その代わりに絵文字でコミュニケーションを取るロボットだけが残されていた。ドクターは宇宙には数多くのスコットランドが存在していてそれぞれ独立を目指していることに言及している。これは眼下の獣でも言及されていた。ドクターはビルにソニックグラスのブラウザ履歴を 閲覧しないように警告する。これは、ザ言の逆転で、オズグッドにも言っていたことである。コロニーの名前は、エレホンであり、サミュエル・バトラーの小説エラワン、オア、オーバーザレンジにちなんでいる。この作品は一見理想主義的な社会を見つけても、些細な犯罪にも厳しい罰則があることを知った時に、背を向ける男の物語である。また、デビッド・ボーイのアッシュズ・アッシュズと、 ハリーチャンピオンで有名になったエニー・オールド・アイアンの2曲も言及された。スペインのバレンシアに位置する芸術科学都市約束とスマイルの台本の読み合わせは2016年6月14日に行われた。これらエピソードの撮影は2016年6月20日に開始され2016年7月28日に完了した。バーディは ニューファンドランドメモリアル大学のスワームロボティクスの教授アンドリュー・バーディにちなんでいる。脚本家のボイスはロボット工学を調べ上げ、それに基づいてバーディを短編に登場させたこともあった。撮影はスペインのバレンシアに位置する芸術科学都市で行われた。リアルタイム視聴者数は425万人で、約束からはやや減少することとなった。また、 ブリテンズゴットタレント、オールラウンドツーミセスブラウンズ、FA カップに次いで4番目の記録を残した。タイムシフト視聴者を加算すると視聴者数は598万人で、アプリシエーションインデックスは83を記録した。日本では放送されていないが、2018年3月31日に、Hulu で、スマイルを含む、第10シリーズの独占配信が開始された。スマイルは、 一般に批評家から肯定的なレビューを受けた。多くの批評家は、ドクターとビルの関係の発展が、本作のハイライトであるとした。ザ・エヴィ・クラブのアラスデア・ウィルキンスは本作を、B と評価し、ホットレルボイスの脚本が、第8シリーズ、夜に現れた森から良くなっていると主張し、特に、ビルとドクターの育ちゆく友情やビルのキャラクター性が、スマイルの真の楽しみだと述べた。 イグンのスコット・コルーラも、ドクターとビルの関係を称賛し、新しい両者のダイナミックスや、第10シリーズの新しい方向性を受け入れた。また、彼は、エピソードのテーマとアンダートーンを考慮し、かなり重いテーマ性のあるものをミックスに落とし込んでいる、とも述べた。彼は10点満点で、スマイルに8.6点をつけた。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは、本作の緩慢なテンポと、 あっけない陰気な結末を批判した。彼はビジュアルについて、異様に美しいと褒め、ロボットについても、恐ろしく、素晴らしいと述べてデザインも称賛した。また、彼は、カパルディとマッキーの演技も称賛し、非常に面白いと評価した。しかし彼は、ビルのキャラクター性が前話よりも軽く描写されていたと、指摘し、本作は、面白いアイディアを提供しているが、ドラマとしては、 絵文字そのものと同じように平凡でつまらないと考えた。ありがとうございます。